アフマドナガル王国は、15世紀末から17世紀前半にかけて、インドのデカン西部に存在したイスラーム王朝。ニザーム・シャーヒー・アサとも呼ばれる。デカン・スルターン・アサの一つ。首都は、アフマドナガル、パリンダー、ダウラ・ターバード。バフマニー朝末期、1481年に、最初、マフムード・ガーワーンが暗殺され内部構想で王国が、 衰退すると、1480年代後半より、地方長官である総督が、バフマニアサから独立の動きを見せ始めた。デカン西部では、1489年から、ダウラターバード総督、アフマド・ニザー・アムル・ムルクが独立の動きを見せ始めた。そして、1490年にバフマニアサから独立を宣言し、アフマド・ナガルを首都に、アフマド・ナガル王国を建国した。 フサイン・ニザームシャー一世初代アフマド・ニザームシャー一世の死後、第二代ブルハーン・ニザームシャー一世の治世、1540年頃から、ビジャヤ・ナガル王国のムスリム・豪王国の利漢政策もあり、アフマド・ナガル王国は他国と争った。しかし、後フサイン・ニザームシャー一世が、ビジャープル王国を中心とした豪王国の連合に加わり、1565年に、 ターリコータの戦いで、ビジャヤナガル王国を破り、その首都ビジャヤナガルを蹂躙した。また、1574年に、アフマドナガル王国は、ムスリム国王国の一つ、ベラール王国を滅ぼし、そのデカン北部の領土を併合した。マリク・アンバルだが、その後、アフマドナガル王国は深刻な内部構想と、ムガル帝国の信仰にさらされることとなった。16世紀末、 ムガル帝国の軍勢が侵攻し、チャービービーの抵抗も虚しく、1600年8月に首都アフマドナガルが陥落した。その後、名称マリクアンバールが首都をパリンダーに移し、自身が最小となって帝国に抵抗を重ねた。そして、1626年にマリクアンバールが死ぬまでにはその領土のほとんどを回復した。だが、1633年に、 シャージャハーンの軍勢に、再び首都ダウラターバードを落とされた。その後、残存勢力の抵抗も虚しく、1636年には、完全に滅ぼされ、その領土は、帝国とビジャープル王国との間で二分されたアフマドナガル城。ありがとうございます。